歌川国鶴とは、江戸時代後期から明治時代初期にかけての浮世絵師。国鶴は、二代目、歌川報告のおいで四代目、歌川報告と呼ばれるもう一人の人物。校長老、一要塞を名乗った四代目、歌川報告とは別人。二代目、歌川報告の門人で、そのおい。本姓は和田、名は安五郎。歌川のが生を少子数と主祭。 和夫オと合ト二代目豊重とも称す。江戸築寺に生まれたが、天保八年以降大阪に住む。安政二年頃江戸に帰り、浅草花川戸の戸沢長屋に住んだ。この頃新門辰五郎の地具を得る。安政二年の大地震に遭遇、後に、下谷博の寺横丁に移る。さらに、安政六年以降は、横浜に移住し、横浜絵を描いている。 はじめ本村、後に、馬車道に住む。横浜火災の後、埋め立て地の沖縄町に移り、さらに、横浜吉田町で、明治10年に、絵創師屋を開業しその地で没した。去年72。墓所は、港区芝の増上、寺内常由金。作画期は、天保の頃から没年までで、作には、横浜絵や絵創師の差し絵、役者絵、他に、差し子地盤の下絵。 法能変学へ、ジグチアンドニエ、入れ墨の下へ、肉筆浮世へなども描いた。ホワイトハウスヒストリカル協会には、1879年6月に来日したグラント元大統領が持ち帰った、国鶴の作品6点が所蔵されている。ありがとうございます。